ニューズコーポレーション。ニューズコーポレーションは、タイムズ、ウォールストリートジャーナル、20世紀、FOX、FOXテレビジョンなど、大手新聞、テレビ、映画会社などを傘下に収めていた、オーストラー発祥の世界的なメディアコングロマリットである。主要株主のルパート・マードックが、会長兼最高経営責任者、CEO を務めていた。2013年6月28日、出版事業を主に担うニューズコーポレーションと映画を含むエンターテインメント事業を主に担う21世紀 FOX に分社化された。本項では分社化以前の旧ニューズコーポレーションについて主に記す。1979年にオーストラリアのアデレードで設立された。オーストラリア証券取引所 NASDAQ に上場しているほか、主に英国以外で上場している。海外会社、接近デリーリスティングとして、ロンドン証券取引所に上場していた。2004年11月12日に、アメリカ合衆国デラウェア州で会社を再設立し、本拠をオーストラリアからアメリカニューヨークに移した。本部は、ニューヨークの6番街、アベニュー・オブ・アメリカスのロックフェラーセンター内。2005年6月30日までの1年間の収益は、238億900万ドルであった。これは、ニューズコーポレーションが少数派株主である事業、グループの中核事業である、衛星放送のディレク TV、及び JSkyB を含むからの収入は含まない。グループの売り上げの約 70% はアメリカにおけるビジネスから上がっていた。ニューズコーポレーションは1979年、ルパート・マードックが、ニューズリミテッドの持ち株会社として設立した。ニューズリミテッドは、ルパートが父である、新聞王、サー・キース・マードの死後、1952年に受け継いだ遺産を元手に創立した会社である。相続税の支払いなどで、父のメディアグループはバラバラになり、ルパートの受け継いだ資産のうち主なものは、アデレードの新聞、アデレードニュース、ザ・ニューズであったが、ニューズリミテッドは、その後数年で、オーストラリアの主要都市の新聞を買い取って、拡張を続けていった。彼の経営手法は、赤字を出すなど財政基盤の弱い新聞を買収し、過激な経営強化と、劇的な編集方針転換、ライバル紙との戦争開始といった方法で財政を立て直すことにあった。こうして得た豊富な資金を、彼は、さらなる買収に使用していった。1964年には、首都キャンベラでオーストラリア初の全国紙事、オーストラリアも創刊、マードックは、クオリティペーパーの発行人として、政治的影響力を強めるようになった。1972年には、シドニーのデイリーテレグラフを買収、ニューズリミテッドを、オーストラリアの3本の指に入るメディアグループへと、成長させた。オーストラリア国外では、1969年に経営が傾いていたロンドンの新聞ザ・サンを買収。これを戦場的なタブロイド紙に変えて成功を収めた。1970年代にはニューズリミテッドはロンドンやニューヨークの雑誌や新聞に手を伸ばせるほどの勢力となり、1979年にはグループを新持ち株会社ニューズコーポレーションの下に再編した。ニューズリミテッドは当初、オーストラリア労働党を支持する紙面作りを行っていたが、1975年を境に自由党支持に転向し、イギリスでも労働党から保守党支持に転向した。これは新保守主に極めて近い。以後、グループは政治的には保守系を支持する論調を張っている。1981年、ニューズコーポレーションはイギリスの名門紙タイムズを買収、ザ・サンなどと共に、イギリスの子会社ニューズインターナショナルの傘下に置いた。1980年代半ばには、ロンドン東部郊外のワッピングに大規模な新聞印刷工場を建設したが、これに反対する印刷組合との間で激しい衝突を起こしている。マードックは1973年にサンアントニオエクスプレスニュースを買い取り、アメリカにおける最初のメディア買収を行った。その後すぐスーパーマーケット売りのタブロイド紙、ナショナルスを創刊。1976年にはタブロイド紙ニューヨークポストを買収した。1981年には映画会社の20世紀フォックスの半分を買収。1984年には残りの持ち分も買収した。1985年には放送局グループのメトロメディアを買収。これが ABC、NBC、CBS の三大ネットワークに続く合衆国第4の全国放送網の立ち上げの端緒となった。同年9月4日にマードックはアメリカの市民権を得て帰化し、合衆国国民のみがアメリカのテレビ局を所有できるとする法的要件を満たした。翌1986年にメトロメディアは営業を終え、フォックスブロードキャスティングカンパニーが設立された。略称のフォックスの名で知られる、このネットワークは、当初96局の放送局で全米の 80% の世帯をバーしていた。若者向けの路線や、コップスなどの実録番組で人気を博し、1993年には CBS から NFL 中継を引き抜くなどしたが、全米での市場シェアは限られていた。1990年代半ば以降、全米各地の大手の放送局網を買収し、2000年の買収によって全米の 96% 以上の世帯をカバーし、三大ネットワークに並ぶ規模となっている。1987年にはかつて父が所有し、本拠としていたオーストラリアのザ・ヘラルドとウィークリー・タイムズの買収についに成功し、父のメディア王国を取り戻した。しかし1991年にはニューズコーポレーションが抱えた負債が膨らみ、マードックは1980年代半ばに買収したアメリカの雑誌事業の多くの売却に追い込まれた。この原因はマードックが作ったイギリスの衛星放送局スカイテレビジョンが放送開始後数年間で巨額の負債を出したことであり、彼はこれまで同様に他の事業の収益で新規事業の穴を補填しようしたが負債額が多すぎ限界があった。1990年、ライバル社のブリティッシュサテライトブロードキャスティングをマードック側の条件によってスカイテレビジョンと合併させてブリティッシュスカイブロードキャスティング JSkyB を成立させたことで補填を止めたが、この後遺症が1991年の事業売却につながっている。1995年、アメリカ連邦通信委員会 FCC はオーストラリアを本拠とするマードックのニューズコーポレーションがフォックステレビを所有することは違法だと主張し、フォックステレビは精査の対象となった。しかし一方でマードック寄りだった FCC はマードックがフォックステレビを所有することは公衆の利益にかなっていると述べている。同じく1995年、ニューズコーポレーションは大手電話、通信会社の MCI コミュニケーションズとともに、インターネットにニュースウェブサイトを立ち上げると発表した。1995年には他にも保守系、ニュース雑誌、ザ・ウィークリー・スタンダードの創刊、オーストラリアでの有料放送、フォックステル、米テレビジョンネットワーク創設などが続いた。1996年には、ニュース専門の24時間放送ケーブルテレビ、放送局、FOX ニュースを設立し、CNN のシェアに挑戦した。2000年代には、FOX ニュースは、最も見られている、ケーブルニュースチャンネルを称するほど成長し、これには2001年のアメリカ同時多発テロ事件以降の不安な世相に、愛国的報道がマッチした影響が強い。2004年の視聴率調査では、FOX ニュースは、ケーブルニュース番組の視聴率トップ10のうち9番組を要するまでになり、CNN を引き離している。1999年、ニューズコーポレーションは、カイリー・ミノーグやガービッチを要するオーストラリアの大手、インディペンデントレコード会社マッシュルームレコーズの半分、近くを買収、ニューズ傘下のフェスティバルレコーズと合併させ、フェスティバルマッシュルームレコーズ、FMR を設立し、オーストラリアの音楽業界における所有率を高めた。FMR はマードックの息子、ジェームズ・マードックが経営している。2003年末、ニューズコーポレーションはアメリカ最大の衛星テレビ局、ディレク TV を経営するヒューズ・エレクトロニクス、ハワード・ヒューズの会社の後ろ身。この後、DirecTV グループに、社名変更の株式の 34% を60億ドルでゼネラルモーターズから買収し、傘下に収めたが、2006年末、リバティメディアに譲渡することで合意している、口実。2007年、ニューズコーポレーションは、ウォールストリートジャーナルの発行元である出版社、ダウジョーンズに対する買収を進めた。ウォールストリートジャーナル社員や他の経済メディアの間からは、ウォールストリートジャーナルが大衆路線のニュース傘下に入ることに対する懸念の声が噴出したが、1903年にダウを買収したクラレンス W バロンの子孫で、ダウ社に影響を持つバンクロフト家との間で買収についての合意がなされた。買収額は56億ドルと見られている。2012年、出版部門と娯楽部門に分割されることになった。ただし、議決権の4割はマードック一族が保有する。2013年6月、出版事業を主とするニューズコーポレーションと映画を含むエンターテインメント事業を主とする21世紀フォックスに分社化された。2005年8月の時点でマードックとその家族はニューズコーポレーションの株式の 29% を所有しており、ルパート・マードックが会社を実効支配している。ジョン・マローンが率いるリバティメディアは、1999年に FOX、リバティネットワーク、FOX スポーツネットや FX を運営の持ち分と、引き換えにニューズコーポレーション株式 8% を取得。2004年にはメリル・リンチから株式を取得 17% まで所有比率を引き上げたが、ニューズコーポレーション側の同意なく行われたためポイズンピルを発動していた。結局、2006年末、リバティメディアが保有していたニューズコーポレーション株式 16.1% とニューズコーポレーションが保有していたディレクティー B グループ株式 38.5%、及び FOX スポーツネット加盟局3局などを交換することに合意した。サウジアラビアの王子であり、キングダムホールディングカンパニーを率いる投資家アル・アリード・ビンタラル・アル・サウードは 6% から 7% の株を持っているとされる。日本では1996年にソフトバンクと組んで CS 衛星放送プラットフォーム JSkyB 計画を発表。その一環として、オーブン社所有の全国朝日放送、現テレビ朝日の株式を取得、これを足がかりに、日本の地上波テレビ局からのコンテンツ供給を、目論むが、大株主である、朝日新聞社の反発に遭い売却した。同年、ソフトバンクと共同でプラットフォーム会社の JSkyB を設立。翌1997年には、ソニー、フジテレビジョンも加わる。JSkyB は1998年に PerfectTV を運営する日本デジタル放送サービス、ゲンスカパー JSAT と合併し、SkyPerfectTV、ゲンスカパーの Sky サービスとなる。また、1996年には JSkyB への番組供給会社として、Sky エンターテイメント、現在の J スポーツブロードキャスティング、J スポーツに出資。1998年には、ニューズブロードキャスティングジャパン、現 FOX インターナショナルチャンネルズを設立。最大10チャンネルを運営していたが、利用者の伸び悩みから、FOX チャンネル、ナショナルジオグラフィックチャンネルを残して撤退。他社への出資のうち、スターチャンネルを除く、スカイパーフェクトコミュニケーションズ、ジア、J スポーツ、日本映画衛星放送、スペースシャワーネットワーク、チャンネル、V 事業を同社に承継した際に 9.9% の株式を取得の株式は他社に売却した。近年になって再びチャンネル数拡大の動きがあり、2005年12月には FOX ライフ HD、現 FOX ライフ、2006年10月にはサスペンスシアター FOX クライムを開局。2007年4月にはアマジェカ TV よりホラー TV、現 FOX ムービー。2008年4月には、来年企画より、GLC24 時間英会話 CH、ベビー TV 子供英語チャンネルに、名称変更の運営を譲り受け、2009年4月には、スカパー、E2 で、FOX プラス、FOX ライフ、フォックスクライム、フォックスムービーの混合編成を開局している。前述の分社化により、出版関連事業は、主に新しく誕生したニュースコーポレーション、映画を含むエンターテインメント関連事業は主に21世紀フォックスの傘下となっている。なお、衛星放送のフォックステルやフォックス、スポーツオーストラリアは、ニュースコープオーストラリア、ニュースコーポレーション傘下に含まれ、21世紀フォックスの傘下ではない。また、この他にインターネットサービスのマイスペースなど、出版事業と直接関わりがないものでも、ニュースコーポレーションによって所有されている場合がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。